出発いたします。マイクの音どうでしょうか。後ろの方 OK ですか。ありがとうございます。では皆様改めましておはようございます。おはようございます。バスでだいたい30分ぐらいでしょうか、山を上がっていくような格好。スーパーマーケットなどはすべてお休み、ほとんどのところお休み。スペインの元に戻ってもイスラム教とそれからキリスト教の文化の混じり合った地中海貿易の窓口として、そのためにそういったいろいろな理由からですね、このマヨルカ島に渡ってきたと言われます。もともとはパルマの町の郊外に住んでいたんですが、ショパンとジョルジュ・サンドは2人だけでこの島にやってきたのではなくて、ジョルジュ・サンドの2人の子供さん、息子さんと娘さんなんです。では皆さん、バルデモサの村が見えてまいりました。左手、まずThank you.
つらずりの海、エメラルド色の山、そしてここの空気は天国の空気というふうに書いて送ったそうですよ。またパルマの間ということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。さあ、また最後にバルデモサの村ですね、修道院の姿も見えています。ビーチで遊んでる人もいていいですね。では右手に大聖堂が見えてまいりました。大聖堂、ラ・セオという名前が地元の人に呼ばれている名前です。建設がスタートしたのが1229年、日本でいうその時の連合国のアラゴン王が後から作ったもの、その時の王様ですね。
のお夕食また6時。今夜のドレスコードは、ホワイトですね、白。クルーズ船に乗るとこのドレスコード白というの、よくあります。今夜白ですね、来てきてください。夜はホワイトパーティーというのも出さらな、お会計が載っている場合は、どうぞ早めにお知らせください、まあ、もちろん、船が近くなってきました。今日はね、Thank you.